あ、違かでした？じゃあ、それで釣れるんですね。え、それでカワハギがアサリじゃなくて、あ、向こうの方はアサリです、ここはムシです。あ、気をつけないんで。はあ、あれも難しい。難しい。上手ですよ。あの、馬面上がらないんですか？馬面は今の時期もう、ああ、もうダメ。上がってもいいけど、こう。ああ。今の時期は。今、じゃあ、カワハギは、肝がパンパンなんですね。パンパンにほどでもないですよ。まあ、小さいですよ。これだけ釣れないで十分だよ。この間は37枚でやってた。YouTube とかあります。どこの方なんですか？福山です。はい。やっぱり笠岡の辺とこっちは海が違いますよ。綺麗です。ああ、小物ぐらい行ったことありますけど、小物の場合が有名であるというので、福山は JFE だった。結構釣れましたか？今でもね、そうですね。そういうのが釣れますね。ああ、ちょっと魚を動かして。やっぱアサリって付け方で全然違うんですかね。お湯を分かってない。カワハギ釣りに面白そうな。相模湾で昔ね、船でやったことあって。ちっちゃいアサリでしたら、ええ、スイカつけて、ベロつけて、身をつけるんですけど、ああ、冷凍アサリだと身がでかいんですけど、スイカを外しちゃうんですよ。ああ、はあ、はあ、そういうことですね。で、あのパーツが3つあるじゃないですか、今のね、だからあのうまくいく3回アタックさせてきる。ああ、もう一回小学校で習わなきゃ。はい、最後かい。場所は乗せんようにしてます。あ、場所はね。ああ、そうなんですか。ああ、あれなんなんですか、あれなんか、そこ泳ぐ。それ、それ、あ、ゴミか。あ、びっくりした。釣れました？全然。うまいっす。どうやってつけるんです？ちょっと、アサリのつけ方見せてください。勉強しよう。これ。なんか、それ、つけ方で、ね、相当変わるんでしょう。ほんま、ほんまこの状態であるんですよ。はいはい、ほんまはこの水管刺して、はい、でベロを刺して、それから着物を持ってるんですけど、ね、なんだけど俺はもうめんどくさいけ、あの専門層は。みんなそれ取るっすよ、ね。はい、めんどくさいけ取ります。で、肝のとこだけ残すんですか？肝残します。それを一気にカワハギが吸い込むような形。いや、ちま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 込んで、それこれだけここのベロのとこだけ必ずかけようとしますよ。向こうあたりなんですね。向こう、いや、向こうあたりじゃなくのなんす、うん、しゃくり上げてか、しゃくり上げ、はい、引っ掛けんや、うん、馬面はコツは持っとったんですけど、落とした瞬間にすぐ巻けば釣れずって。マズラ僕もずっとしようたんですけどね。ああ、最近マズラがあんま釣れるんですよね。ああ、そうなんですか。ああ、僕はあのサビキ針に全部置き網つけて、ああ、で網を下にカゴ入れて逆回転するんですね、リール。ああ、そうですね。で落ちた瞬間にぐるっと巻けばかかるんですけど、最近見ないですね。ああ、今年はウマヅラウマヅラ言ってみんな釣ってますね、この時期。いいですね、こうやってカップヌードルも増えるし。